2> 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第151回三田村千春です宇宙真央ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはい、ということで、はい、真央ちゃん3週間ぶりの復活ですそっかそうなりますか そうなりますはいすいませんあのご無沙汰してますいえいえいえ<ど>レコーディングの方はどうですか,ですかいやーレコーディングはね終わりましてエミックスも,もう終わったんですよ全部であとマスタリングを残すのみになって<う>まあ音源は無事なんとかっていう感じなんですけどこの後そのデザイン周りの ジャケットだとかあとはそのクラファンのリターンを作んなきゃいけないので、うん、ジンを作ったりとか、うん、まあ映像を作ったりとか何かそういう作業がほとんど手つけられてないんで、うん、まあそれをやらなきゃいけなくて,っていう,そうかミュージックビデオとかもえー、ミュージックビデオも作んなきゃいけないんですけど、まあ、それはまたリリースの時かなと思ってて。うん あジャケットはまだその前に作ななきゃいけないけんねそうなんですよ。そのリリース準備っていうのはまたその後に考えようと思ってるんですけどとりあえずクラファンの買ってくれた人に返す分はい、はい、送る分のものをちゃんと作らなきゃいけなくて、うん、それがねまだ全然終わってないんで <laughs> 頑張んなきゃいけないなっていう。 ね、感じです、はい、意外とそういう音楽以外の作るものっていうのも多いからね,ねそうなんですよね CD1 枚作るのに。だからグラファーのお金の使い方もあちょっと音源に咲きすぎたなみたいなのもあって、うん、このあとちょっとだからかすまた出費が増える。 うん、どんどん膨らむみたいな <laughs> 感じで、まあ、一応ざっくり配分はしてたんですけどでも、うんね、やり始めてみるとあこれも必要だなとかあれも必要だなみたいになってくのがやっぱあんま見えてなかったんでまあもう勉強だと思ってとりあえずなんとかあのちゃんとしたものを作る。作る という試練を。そうですね。はい。今やっております。うん。この三週間。はい。守っておりましたので。ありがとうございます。二回分か。本当に。ね。いやいやいや。私はでも。聞かない、聞かないようにしてました。映画を。見てから聞こうと思って。まあ、結構喋っちゃうしね。私はね。ね。まあ、裏の話の編集とかも、私。 あそうかそうかしてるんでそれもあの上の空で上の空でんとなくでそうねいやだから逆に私1人の時とか特にその表で喋りすぎるから裏でそんなそんなネタバレって言ってもなみたいなまあ選んだ映画自体がそんなにそういうねサスペンス要素みたいなのがない。 ものだったっていうのもあるかもしれないけど、うん、なんかそ,う、ね、そんなに裏っぽい感じの喋りできなかったなと思って、うん、なんか世間話みたいなのしてるなって思った瞬間がありました。そう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 。本当にね、うん、ありがとうございます。付き合っていただいてあの買ってくれてね聞いてくれる<え>皆,皆さんね。うん。 そう頑張ってね三田村さんが続けてくださってありがとうございますでも私は半年ぐらい休んでましたからそっかそうなるか半年どころじゃないかどうでしたっけもうだって休み始めたの去年一昨年ですもんねえああれそうね多分えだってベイビー生まれたの去年ですもんね一年前ですねでその前から体調がとかってあったもん あったから、うん、すごい昔じゃないですかなんかやね、えー、んねえなんかあれよあれよ本当ですねあの三周年記念イベントですから確かにうまくつながりましたねはい <laughs> 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 いやいよいよ来週末なんですよ <laughs> いやそれもあっという間に来ちゃうんだこれもねそうなのうんこれもねちょっと頑張んなきゃいけないんでそうなんですよ。 あのなんでかというとこうまだまだチケットが売れてないっていうねそうなんですいくらでも入りますよまだ,まだまだ、はい、まだいくらでもっていうのはちょっと言い過ぎだけど <laughs> ある程度は入れます <laughs> はいはいまだまだお待ちしてます、えー、そうなんです、はい、いい来週末6月4日日曜日、えー、場所は下北沢のラプソディというお店とってもいい雰囲気の場所ですね、はいうん、にで えー、女二人映画の話3周年記念イベント「野放し現地集合ボリューム2というイベントをやりますはい、はいえー、お昼12時半会場13時お昼1時スタート、うんえー、前より2000円なんですけどこれトークテーマね、はい、あのー、最近決めたんですよねやっとそうなんですようん、うん、どうぞ教えてください、はいえー、30代女子が考える映画選びの5つのマイルール、うん とんかだから何かね、うん、特定の作品について喋るみたいなのしちゃうと、うん、どうしてもこう見てない人がね、うん、とっつきにくくなっちゃったりとかするかなということであんまりそういうことのないテーマで、うん、ちょっと面白そうなの何かなって考えた時にこれかなと思ったんで、うん、もう映画を選ぶ時見るどれを見るか選ぶ時に、はい、んどうやって決めてるか。 うんいろいろあると思うんですけどねはいそうあのそれを人それぞれ違うんじゃないかということで、うん、あの話してみようと思いますそうですねこれをまあ取っ、うん、かかりにしていろんな枝葉を広げていければいいですね、うんうん、そうですね、うん、まあなんか何こうレビュー映画のねレビューをよ見るとか あえて見ないとか YouTube とかで、うん、あの情報を見てみるとか、うん、見ないとかもうチラシだけ見る見て選ぶとか、はい、まあそういうのもあるかもしれないしうん、うん、いろいろねまあでもあんまり考えたことない人もいる私もそうなんですけど、うん、基準があるかって言われると。 そこまで考えたことないけどその直感みたいなものを箱に分けていくとある程度何かが見えてくるかもしれないというような気はしますね。そうそうそう多分自分でも無意識でやってるから意識してないけど突き詰めて考えるとああこういうことで選んでるなっていうのはんか絶対あると思うしそれは。 人それぞれ違ったりするから、うん、意外と面白いんじゃないかなとそうです、ね、思いますので、はいはい、なので普段映画見ない人はあ、うん、こういう基準もあるのかとか思ったり映画普段見るよっていう人はなんか自分と比べたりとかまた新し,い新しい発見があったらいいななんて思いながら、うん、はい喋、はい、りたいと思います。うん さよちゃんと3人でねはい、はい、そう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 さよちゃんもだからさよちゃんはものすごく映画見るようなタイプの人じゃないんですけど、うん、だからそういう彼女があのどういうふうにね見る時にどういうふうなタイミングで<ー>そういうものを選ぶのかっていうねうん、うん、いいよねその、うん、めっちゃ映画見る3人じゃないっていうところが。 ちょっと引いた視点もありそうですねっていうのがとてもいいですね、うん、それぞれのグラデーションがあるっていうかね確かに、うんうん、いいと思います、はい、なのでぜひ6月4日お昼なのでねまたあれですよお,お昼このイベント終わってから下北をブラブラするのも楽しいですしいいっすね,ねカレー食べたりしてもらってねそう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 、うん、いいと思いますぜひ、はい いい気候でもありますあ、まあ。天気は分かんないけど。<laughs> <ひ>そうですね。<laughs> まだ梅雨とかかもしれないけど。<laughs> 確かに6月だからね。うんうん、分かんないですけどあの。楽しい時間になればなと思いますので、はい、ぜひ来てください。チケットはデジタルでね販売中ですので、はい、詳しくはもろもろ詳細を見てください。はい。はい。お願いします。じゃあ今日もちょっと はい、しっかりめな映画なんでね。ですね。いきましょうかね。はい。こんな二人。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は。トッドフィールド監督。た。女が。 インザ・ベッド・ルーム・リトル・チルドレン」のトット・フィールド監督が16年ぶりに手がけた長編作品で、うん、ケイト・ブランシェットを主演に天才的な才能を持った女性指揮者の苦悩を描いたドラマ。 ドイツの有名オーケストラで女性として初めて出席指揮者に任命されたリディア・ター。天才的能力と類いまれなプロデュース力でその地位を築いた彼女だったが今はマーラーの交響曲第5番の演奏と録音のプレッシャーと新曲の創作に苦しんでいた。そんなある時かつて彼女が指導した若手指揮者の訃報が入りある疑惑をかけられたターは追い詰められていく。 アベエイターブルージャスミンでアカデミー賞を2度受賞しているケイト・ブランシェットが主人公リディア・ターを熱演2022年第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されブランシェットが I'm Not トゼアに続き自身2度目のポルピハイ過去最優秀女優賞を受賞また第80回ゴールデングローブ賞でも主演女優賞過去ドラマ部門も受賞しブランシェットにとってはゴールデングローブ賞通算4度目の受賞となった第回 95回アカデミー賞では作品監督脚本主演女優ほか計6部門でノミネート2022年制作アメリカ、うん、とにかくすごい評価されてるっつうことですねそういうことですはい長かったね映画がねうんうん長かった150分ぐらい結<構>でも、うん、いやこんな長いけど私的には、うんうん、えまだ見たいって思いましたわか,かります ここで終わるの、うん、みたいなうん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 わ、うん、かりますね,思,うね、うん、思った終わり方すごいよねいやそういやそうなのよっていうか終わりそうあんなギリギリまで、うん、謎の状態で終わるのってすごいなっていうか、うん、なんか全然終わらせる気がないっていうかなんか <laughs> なんていうんですかね観客をこう どっかに着地させてくんない感じがね、なんかこう分々振り回されてる感じっていう感じがずっと百五十分ありましたけど、うんうん、そうあそうだはいあれです今日は、うん、あの久々に一週一作品でそうねでもあれか私一人の時はそうでしたけど、はいはい、あの二人としてはあそうで,す、ね、でもこれ今後 こううなっていきそうですよねねしばらく、ね、できたらいいなっていうとこなんですけど今後ねまたま,まおちゃんのそうです制作とかいろいろ私も、はい、そうですけど、はい、こう分ける時もあるかもしれないけど、うん、基本的にまた一周一作品で今後やっていこうというところですという説明をしつつ、ねはい、じゃあ感想メールいきましょうか。はいえー、シネマヒーロー名曲さん メールありがとうございます、はい、いありがとうございます,います三田丸さんまわさんこんばんは改めまして本編第150回達成おめでとうございますこれからも200回300回目指して応援していきますありがとうございますありがとうございますさて今回の課題作ですが一番肝と思われる陰謀がターを失脚させるためのものでありターからすると濡れ着布なのか それとも本当に犯罪と言えるほどのパワハラ的なことがあったのか私には分からずモヤモヤが残りました。派手なアクションシーンとんがあるわけではないですが2時間40分があったようまで見応えがあり面白い作品ではありました。ということでいただきました。うん。うん,うんうん。まあそういうちょっとサスペンスミステリー的な感じで見た。 っていうまあ、でもそういう側面もあるよねそうですねうんえ、うん、あ, <laughs> あんまりいや,いやいやいやんかそうん、どういう映画として見るかっていうところでまずかなり枝分かれしていく可能性もあるっていう、うん、なんかもうなんだろうなんかあらゆる方向になんか完,、うん、完璧すぎて、うん、ああそうかもここっていう。 あらゆる方,方向から完璧っていう感じがする、うん、からいろんな方向から捉えられるのかなってう、うん、そうだ,、うん、だかだからこれをテーマとしてもとして捉えてもめちゃめちゃメッセージあるし一方でこういうメッセージだとしてもめちゃめちゃ語れるしみたいな。うん、どの 軸にしたってすごい深いっていうか根が深いっていうか、うん、めちゃめちゃずぶとく立ってる軸がなんかいくつもあるみたいな、ねあうん、まあでもちなみにヒロは名徳さんその陰謀っていうところに注目したっていうはいはいはい陰謀ってワードが出てくるのはちょっと想像してなかったんで、うん、なるほどっていうのはあ、まあ、確かにそうねだから陰,陰謀というふう,に捉えるう、ね、なのかどうかっていうねうんっていうの、ん、も、うん わかんないからね。うん、ままずそこからね。うんうん。うん、はい、見てない人には何のこっちゃわからないこと。いやでもこれから話しますよ。ね。そうなんですよ。これ見ないとだから見ないとダメうん、うん、そう見たやつ。見たところで語れ語り口に非常に困るものですね。そうですね。だ <laughs> 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 から多分私とマオちゃんでも全然違うと思う。多分違うと思う。うん。うん、<laughs> というところでじゃあ。はい。 推しポイントい,くいきますね。いきますか、はい。はい、2> 女二人、映画の話。女二人の推しポイント、この映画の推しポイント、お互いにプレゼンしようというコーナーです。はい、今日は、じゃ、あ私からかな、いきます。はい三田村千春的推しポイント、その一。映画を見てる最中も、そして見た後も、ずっと。 え考えれば考えるほどめちゃくちゃ面白い映画でしたいやなんかこう見てる最中も「うん、え何これ面白いと思って見てて、うん、だけど面白いんだけどでもその何て言うの分かんない部分もすごいあるから、うん、でもその分かんなさがストレスになる感じではなくんかもっと見たいみたいな気持ちにさせてくれて面白いって感じなんですよ。 で、うん、見終わって、えー、何日か経ってもずっとなんか考えてて、はい、あこれはどうだったのかなこれはああなのかなあこういう見方もできるのかみたいなのをこう考えれば考えるほど、うん、であとその今の現実社会で起きてる問題とかとも照らし合わせて、うん、なんかいろんなこう広がっていけば広がっていくほど面白い。 うん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 ただそのやっぱね情報量がすすすごく多いんででよ、うん、そうですね、あのー、まずその会話が中心だなと思ったんですね、うん、はいあのー、まず登場人物がいっぱい出てくる、うん、まあ登場人物というか名前がいっぱい出てくるその会話の中でそうですねでしかも出て 来ないい人人もいるから人から何名前しか出てこないうん、うん、けどすごい重要な人物っていうのも何人かいるから、うんえっと、この人は何でこの人は何でとかもう男か女かもよく分かんないし、うん、みたいなところでその情報を整理するのも大変だけど、うん、だし、えー、とだからそこにこう置いてかれないように頑張る。うん ですね。うん、うん、うん、うん。あと、その名前が多い登場人物が多いっていうのと、その出来事も、うん、その直接描かれないで、はい、えっと説明されることが多いから、<ー>例えば<ー>その性的な描写だとか、うん、ほとんどないんですよね。うん、そのタワーは同性愛者。なんだけど、うんはい、で、パートナーもいて、一緒に暮らしてても、うん、あの。 子供幼女もいるんだけど同性愛者というところでの,そのラブシーンがあったりとかっていうのはないし直接的な描写はないあとその、うん、えと中心となる、うんえー、ある過去につながってた女性との出来事っていうのも言葉では出てくるけど、うん、映像として出てくることはないから。うん それも分かりにくいっていうところではある。うん、はい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 。けどなんかそこから想像させる、うん、会話から想像させるようになってるところが、うん、なんか映画なのにすごいなっていうその思い切り。はい。潔さみたいなところがすごくあるなと思いました。うんうん、なんかその直接的な映像として出てこないからこそいろいろ想像するし。うんうんうん 色々考えるることができるし、うん、なんか映像として見ちゃうとこれは実際にあったことなんだって、うん、ま映画の中でね、はい、あったことなんだってこう思う信じるけど、うん、実際に映像として見てないから実際にそれがあったことなのか、うんえー、真実なのかそれとも作り話なのかみたいなところも言ってしまえばわかんない。 とところが面白さにもななっているか思ましたね、うん、そうですあ全てがそういう,いうことで進んでいくというか結局その何が真実なのかっていうことには触れられずに進んでいく感じっていうか、うん、その実際に起きたことの真偽もそうだし、うん、なんかこう倫理的な。 正しさをどっこに持ってるのかっていう映画としてどこに持ってるのかっていうこともそうだし、ああだ誰を、うん、悪役として描こうとしててみたいなね、うんうん、そう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 、うん、っていうのも別に、うん、明示してない、うん。ちょっとじゃあ私も近いので行き、はい、たいと思います。はい。まあこの映画はあの本当にいろんな多分解説動画があったり。 かあのー、いろんなことを推測したりしてるレビューとかがあると思うんですけどありますでやっぱ映画を見ると、まあ、正解にたどり着きたくなると思うんですがそこをぐっとこらえてというところで「うんうん、宇宙モてテキ推しポイント」その1位。 謎をなめしして楽しむ映画だと思いやもう私だからパンフレット買ったんですけど、ねやっぱね、読むのがもったいないって思っちゃって、はあ、何かこの映画に関しての追加情報を映画以外のところから得ることがもったいないって思っちゃうぐらいあ,、うん、あれはその謎が謎であることの美しさがあるから。 なんかそれの正解とかは別に知らなくていいかもって思っちゃうぐらいもうその世界の中だけで謎を楽しむっていうことでも完結しちゃうかもしれないっていうぐらいまあいろんな要素が楽しめる映画っていうのはまあ三田村さんも言った通りだなと私は思ったんですが。 うん、まあその三鷹さん言ったよりそのこの「タ」ーが人生を狂わしていく過程のその一つであるその事件自体が疑惑、うん、陰謀っていう言い方もさっきありましたけどうん、うん、あれ自体が一体何だったのかっていうか、うん、っていうことにもなんかこうものすごく何通りもの考え方ができるし。うんうん でその出来事の前後で彼女が悩まされていた音だったりとか現象だったりとかっていうことが何を表してて、うん、あれは実際に起きてることなのか彼女の妄想なのかっていうこともわからないし、うん、っていうことだとか、まあ、あとはそのモチーフがいくつかあって <laughs> 例えばそのマーラー交響曲5番でしたっけとか。うんうん その「5」っていう数字がすごい出てくるんですけどそれは一体何なんだろうっていうこととかあとはその「夫」っていうものが何を意味してるのかっていうこととかその音が現れた時とかなんかそういう謎な現象が起きた時に出てくるある模様があるんですけどそれとかも何なんだろうっていうのとか。うん それが彼女の過去と何か関係あるのかなってその彼女の過去も描かれないので、うんえー、なんかそういう全てのことがどいかようにも結びつけられるしほどくことができるし、うん、んっていううわもうこの絵だ考えてるだけで超楽しいみたいな <laughs> もうこれ一生考えてたいみたいな、うん、そんな気分になる謎がいっぱいあってなんかもう昔「ミッケ」って絵本 よく見てたんですあのいっぱいいろんなおもちゃみたいなのがバーってあの冊子状にあってその中からこれを見つけましょうみたいな、うん、なんかそういう子供向けの絵本っていうか、うん、そういうのがあってそれ,見つけそれを見,見るのが大好きだったんですけどなんかそういうこいっぱいあるモチーフの中から、うん、何をピックアップして何を、うんうん こう見つけ出すかみたいな楽しみを、うん、まずやるのがいいなと思ってだからじゃあもう一回見たいって思ってますその何も知らない状態でううね,ね、うんまああとはラストとかねあ,あれは何だったんだろうっていうこととか、まあ、それは裏の方かもしれないですけど、うん、まあそういうのとかもうとにかく謎だらけなんで謎をなめ回して楽しみたい映画でした。<laughs> そうですね、だから見た自分が何を、うんえー、どの問題をいろんなのが出てくるから、うん、どのトピックを真ん中に置いてくるかっていうのは全然違くてそうですねそ,うそれによっても全然景色が違うしだからその自分の見ながら想像の、うん、えー たの過去だったりーのしてきたことっていうのを自分の中で勝手に作り上げてもうそれ込みで映画みたいなだから人のそのやつとはまた全然違うものだからそうですねもう自分のは自分でもいいっていう感じでねわかるわかるとか言いながら私はパンフレット買えなくてすごい不安になったから町山さんの YouTube とか 見ましたけど <laughs>、うん、いや私もこれパンフレットないの絶対きついと思って <laughs>、うん、すごい恐怖感ありましたもんやっぱパンフレット読めなかったらどうしようってでも終わってみたらえなんかもうちょっと考えたいかもみたいな気持ちに。 答え合わせ答え合わせちょっとまだしたくないかもみたいなまあそれをいろんな人の解釈とかそのヒントを知った上で見るとまた違うんだと思うんですけどそれは3年後とかでもしかしていいかもしれないいあでもなんか分かるかも気持ちになりましたねはい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 確かにうんじゃあ2つ目いきますはい 三田村千春的推しポイントその2自分自身の思い込みとか先入観をすごく突きつけられました、うん、なんかこれ女性指揮者の話でそのもうすごいこう実力があって、うん、カリスマ的な人物でかっこいいしパリッとなんか。うん スーツとか着て、はい、あの毅然としてて強くて、うん、かっこいいんだけど、うん、かっこいいなっていう風にで、まあ、女性指揮者はねこの男性ばっかりの指揮者っていう世界の中で、うん、相当いろんなこう抑圧を受けたりとか、うん、差別を受けたりとかしながらそれをこう何て言うか羽根のけて頑張って。うん 来たんだろうな。なんていう想像をしながら見ちゃうんですよ。最初。でも、その見方自体が。すごい偏見だなっていうのを見た後に思い知らされてしまいましたね。うん、だからあなんか女性女性で、うん、ん。女性指揮者っていうことだけで、うん、なんかこう。 肩入れしちゃうっていうか、うんうん、ああさぞかしいろんな苦しい思いしてのし上がってきたのね、よく頑張ったわねみたいな、うん、ね、女の人なのにみたいな、なん,うん、うん、だからそういう気持ちで見ちゃう、うん、自分があなんかごめんなさいって思う、うんうん、思いましたね、うん、だからこうあれがあのおじさんだったら。うん もう最初から超嫌いだろうし <laughs> <laughs> ああはい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 、嫌な普通に嫌なやつなだけだろうし、うんはいはい、確かにねだから、うん、あのそういう、うん、先入観すらも、うん、もう取っ払わないといけないって思ったんですよねうん そう男性だったら全然違う物語になってたし、うん、うん、多分、うん、そうなんか男性だったら多分その謎のとか読み解きの選択肢がすごく少なくなってた気がするんですよね。うんうん、うん、でここここに出てくる関係性っていうのがほとんど女性同士の関係性の中でできて出来上がってるっていうことにもすごく。 広がりが逆に出たと思うんですよね。うん、うん、そうね。うん。で、その。ああいう人っていうのは。うん、なんか、そう、そう。ちょっと、行こうかな。いいっすか、行って。はい。私のじゃ。一個だけ。あはい、はい。まおちゃん。あんまり知りたくないかもしれないけど。はいはい、私が、町山さんから得た。うん。うん。情報を言ってもいいですか。あ、どうぞ、どうぞ。これ、もともと。うん。 映画制作の,なんていうのプロデューサー側から監督は、うん、あの男性指揮者の映画を作ってくれって言われたのって。うん、あーなんだっけそれなんかどっかで聞いた気がするそうだから男性の話だったのを、うん、そのまま女性にしたっていう。うん もともと男性指揮者の話だった。いや全然違う話ですよね。そうなるとね。うん。だけど全然違う話なんだけど、でも性別が変わっただけなんだよね。うんうんうん。やってることはね。やってることは。だからそれで見え方が全然違っちゃうってこと自体が見る側の偏見があるなって思った。なるほどね。 そうだから私はそのだらジェンダー的な部分でいうと社会的な精査っていう視点で言うと、うん、やっぱそういう、えっと、いわゆる男性的な振る舞いとか女性的な役割みたいなものが生まれちゃうのは構造が原因なんだってことがもう、うん、よくわかるなと思ってこの形だと。その構造が生み出してる だなとそういうその男性的なもの女性的なものっていうのはそれが<こ>うん、うん、えっとだからケイト・ブランシェットが家庭内で言うと父親的な役割を持っているとかそういう指揮者を束ねる立場で言うとそのトップにいるっていうことだったりとかがその。 いわゆる男性的な抑圧、えっと、高圧的な態度になっていくっていうのは、うん、その構造とかその,その自分のポジションとかそういうものがその人をそうさせているっていうかそういうことでもあるなって思ったんですよね私はその女性にすることで。あれが男性だったら、うん、これまでの ジェンダー論で終わってたような気がするんですけど女性にすることでその一歩先に行くその構造に問題があるって話ができるっていうことを思ってっていうので、まあ、ちょっとま私がそのこの映画のから受け取った 大きなテーマ私が受け取ったテーマっていうのが「宇宙回ってきよしポイントその2」として言うのであれば伝統や権威の敗北、うん、だと思ったんですよかっこいいよそうなんかそのケイト・ブランシェットが背負ってるとかあの人が表現してるものっていうのはその。 父親的な役割だったりとかあとはそのクラシック音楽の、うんえー、世界最高峰の楽団のオーケストラのトップの人っていう、うん、もうゴリゴリに固まった伝統権威の場所にいる人うん、うん、でその人が何に負けていくのかっていうか、うん、何に狂わされていくのか っていうそういうううそとところを楽しむ映画だなと思って見ました、うん、結局今板村さんが言ってたようにやってることはその今までだったら男性が描かれるようなことその家庭生活を顧みない父親像だったりとかあとはその。うん 平気で不倫をするというか新しい恋人を作ってしまうとかあとはその組織の中で自分の権力を使ってハラスメントをする、うん、人をやめさせたりとかそういうことを平気でするみたいな。うんうん、っていうことをするっていう。 ことが今までだったら男性として描かれてたんだけど女性がやることによってその男性に原因があるんではなくて、うん、その立場にあるっていうことがそういうことをさす、えっと、可能にさせているっていうかっていう部分がまずあってでそういう古い感覚の中で生きて いるわけですよね結局彼女は女性っていうところああ彼女自身,も、ね、自身がそう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 ,うん、うん、女性っていうこと女性っていうことを、あのー、でその世界の女性たちの新しいロールモデルとしてこう名をはせてきたはずなんだがやっぱやってることとしてはすごく古臭いことをやっててでそれがやっぱその若い女性だったり女性たち 男性もいるけど学校の生徒だったりとかっていうものと関わる中で、うん、やっぱ彼女のその危うさっていうものがこう露呈してって崩されてっちゃうみたいなのがあってっていうものがどのように転がってどこに執着していくのかっていうのがこの映画でまあそのラストの感じとかも。 そのどういう風に落ちていって落ちて転がって収まっていくのかみたいななんかそれを考えながら見るのが楽しかったなと思いましたねそうねだからタワーはめちゃくちゃ強い人に見えるけどめちゃくちゃ弱くて脆い人でもあってだからこそこう男性的に男性的にならないと。 やっっっぱ多分のし上がってこれなかったんだろうな、うん、とは思うよね。まさにまさにだからそのフェミニズムのこう今いろいろな枝分かれがあると思うんですけど、うん、その男性に負けないようにすることが女性の権利を獲得していくことだっていうふうに、うん、まあこれまでは思われてたようなとこがあるんだけど、うん、それってなんか本当に資本主義的な考え方っていうか、うん、なんかそういう この男性優位社会資本主義社会の中で勝っていくっていうことが目的になってっちゃってる女性っていうのもやっぱりいてそういう中でやっぱ弱いそういう社会的な力がないものが振り落とされていくっていう構図は変わらないっていう,うん、うん、社会的な力を獲得したものだけが上に上がれるっていうことじゃあやっぱ根本的なそのそう、ね、人権の。 平等にはならないんだけどやっぱそういう視点で頑張ってきた女性っていうのもやっぱちょっと前の世代のフェミニストたちっていうとこもあるうーんはあるんだろうなとだ彼女がそのどういう立場どういう思想を持ってるかわかんないけど負けないように頑張ろう男に舐められないように頑張ろうってなってた結果がああいう 周りに威圧を与えるような人になってくっていうことも、うん、まあちょっとだからそのありますんか彼女自身が古い感覚、うん、まあっていうのもまあ,あると思うけどうん、うん、周りっていうかそ,のそれこそ構造自体が、うん、そあまりにも強固にそれがあるから。 そこにやっぱりそうですねはまっていかざるをえなかったっていそうですねあの政治家女性の政治家とかも日本とか見てるといかに女性性を捨てて強くないと上にいけないみたいなのが問題になったりするけどそういうことだよね。ねあれは そういう部分っていうのはそのケイト・ブランシェットのなんかあの威厳のある感じっていうか、うん、あの人が絶対その弱々しい女性を演じることってあんまないと思うからなんかそういう彼女の発する世界一番強い女みたいな雰囲気が <laughs>、うん、<laughs> ぴったたりでしたよねすごかった。うん、すごかった <laughs> うん、うん 私今夜のコーナー主人公への詩人女二人からの主人公ターへの勝手な詩人、まあ、メッセージですね、うん、を送ろうというコーナーです、はいでまあ、メッセージっていうかターへのアドバイスをするなら、うん、どんな風に言いますかっていう、うん、でしかもいつのターに 言うかっていうのも結構大事だと思うんですけどまあその最終的に何を防ぐか何を防ぐかによって、うん、それにはこれをやめといた方がいいよとかこれこうしといた方がいいよ。うん はあると思うんだけどだから終わりに向かっていくにつれてあまりにもいろいろなことが起きていってしまうというか、うん、なんか全部良くない手だったんじゃないかみたいなことになってっちゃうというかだからいろいろやっちゃうことはまあやっちゃう、うん ことでしょうがないっていうかあのまあそれが起こった後として私的にはね私がアドバイスするならもうあの潔く謝ろはいはいはいことかなそうですねうんうんいやそれこそやっぱねごまかしたとどんどん良くなくなるからそう初動初動が大事初動がねそうそうそうもう昨今いろいろ言われてますから。 ねうん、そうだから今特にねなんかそのアメリカとかだとやっぱそのキャンセルカルチャーみたいなのもすごいあるので、うん、やっぱそのいかに過去の自分がやったことと自分が誠実に向き合うかっていうことは結構みんな見てるっていうこと、うんうん、だからごまかせないっていうのはもうものすごい今の時代、うん、重たい。うん そのそういう時代の変化にも気づけてないわけですよね彼女は。うん、であれはこあのコロナの話してたんでうジャストなるというか今の話だと思うんですけどその現代の感覚で言うとちょっとあまりにも、うん、世の中を甘く見すぎておいう場面はね あ,あるというかそういうだから SNS というツールについてとか、うんうん、とかそのスキャンダルとの向き合い方とかそうんうん、っていうものに関してのう、ね、こうアンテナが弱すぎるというかまあ,、ね、あまりにもそういう伝統の社会の世界の中にいるからね,、うん、ねそんなんですよ、ねうん、そうだよね。うん うん、そうだから何だろう謝罪謝罪動画うんうんうん謝罪会見かな、ね、まずうん、うん、<laughs> とかだから今で言うとその、うん、そういったハラスメントを過去にしてしまいましたと、うん、でそれについて勉強しますだとかそういう活動をしている団体に寄付しますだとか。 なんかそういう回収の仕方というのは、うん、まあよくあったりしますけどねうんああじゃあど, <laughs> どうですかうーんそうっすね別のじゃあタイミングでもそうだなーうーんでもそのだから なんていうか何回も週刊誌に撮られちゃう人とかいるじゃないですか、うん、またあの人女遊びしてるとかうん、うん、またあの人やっちゃいけないことやってるみたいな,、うん、なんかそういう感じに見えるっていうかターが、うん、みんな分かってんだよそれっていうさそのみんな見えてるし知ってんだよっていう,いうことが。 例えばそのちょっとひいきの何学団員の子がいてみたいなこととかいやみんなバレバレなのにそれが許されると思ってる感じとか職権乱用、うん、職権乱用の感じとか、うん、っていうことがいっぱいあるから、うん、だから何ですかね文春法みたいななんかそうい。う <laughs> <laughs> そういうのが日本にはあってね、うん、っ,て言ってね結構社会的死なんだよそれはっていう、うんうん、そういうことするとね一個でもするとっていう、はいうん、気づいてくれよそろそろみたいなのは、うん、だからその疑惑が出た後にねまだやってるから、うん、そういうことああそうですねい、ね、いやいや 気づいてっていうのはそこで思いましたけどね、うん、でも多分、うん、自分でもその悪いことしてるって意識がねあんまりないと思うんだよなそうねいやそうだから世の中のそうやって何度も繰り返す人って多分そんなに悪いことと思ってない,ってい、うん、思ってないのよね、うん、そういうだってもんだからそう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 だし自分はまあうん、うん、ね実力があるしうんうんうん 尊敬ももされてるしし、うん、向こうううう別に悪いいいい気ははななかったた、うん、と思よよみますよねそういう人はねそ人だからそういうのは、まあ、やっぱり権力を持ってたり社会的地位があるっていうのはこれまでだったら男性が多かったわけだからまず男性の口からそういう言葉を聞いたり、うん、男性の態度でそういうのを見ることはあって。 うんうん、でもやっぱそれを女性であるターがやることでなんかより浮き彫りになるものがあるというかね、うんうん、なんか笑い話にならないっていうかまあ男性でも笑い話にしたくないんだけどなんかそれで済まされてきた部分もあったりしてでもこっちも麻痺してるからねそそうう受けても。うん、でもそれをこう あんまり見慣れない女性っていうところでちょっとやばいなって気づく、うん、ようやく気づくみたいなのはあるね、うん、そうだからなんかこう繰り出す手繰り出す手がいやそれはもうちょっとないよみたいなことばっかりしちゃうからタワーいや、うん、メールを削除したところでみたいな、ねうん、そう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  <laughs> ね、うそ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  ついていけててけないかみたいな感じもすごいするしだからその彼女のなんかあまりにもあまりにも安易なその自分の誤魔化し方っていうものと若い子たちが使うツールがあ現代的だからこう映像で撮られてたりとか。うん、そのうん、うん チャットでやり取りしてたりする場面とかあるけど、うん、なんかそのちぐはぐさっていうかあ明らかに今の話で彼女は今の目線にさらされてるっていうことが分かる感じっていうかうん、うん、その目線を持ってくれっていうのは、うん、他の肩を揺さぶってい <laughs> 言いたい今もう時代が違うんだっていう <laughs> そうね、うん、はい。じゃあ 届きますようにということ <laughs> ですね。<laughs> <laughs> はい、えー。指針でした。はい。今夜朝まで映画もいいよね。<laughs> 二人の話。女二人映画の話。 いやー今回はクラシック音楽とかあとオーケストラっていう映画か舞台だったから、うん、その私はクラシックずっとやってたし、うん、そのオーケストラもずっとやってたんですよ地元のジュニアオーケストラ、えー、子供のオーケストラがあって、えーえー、でそこでそうバイオリン弾いてたので。 ときのこととかをすごいなんかいろいろ思い出したりとかしていや別にパワハラ的なことは多分なかったけど子供だし <laughs> はいはいはいでもなんかその指揮者とその団員の感じとかはいはいはい思い出しましたけどあのだからレッドブランシェットがえっとまあドイツの そのオーケストラで指揮してるからうん、うん、ドイツ語でしゃべるじゃないですかはい、はい、半分ドイツ語半分英語みたいなそうだねあのドイツ語でしし指導してる感じとかめちゃめちゃかっこよかったですよ、ねうん、あれだけ一生見てたいなっていうぐらいの <laughs> そう、うん、あのしかも本当にね指揮振ってるシーンってまあそんなに多くなかったけど、うんうん、でも あって、うんうん、すごいすごいあったよね <laughs> ねえ,えあれはどうなんですか実実際のいやなんかすごいかっこよかった、うん、しあれなんかあのそれもなんかネットで見たんですけど、うん、そのえっとサントラ、うん、で実際にその場で、うん、そうケイトブランシェットの式で録音したのが、うん、サントラに入ってんなってすげえサントラなのかな実際だからでもそのクラシックの ーレーベルから発売されたのでその音源がでも相当訓練したっていう話はどっかで見ましたけどいやそうだろうね,ねそうだからドイツ語もそうだし四季もそうだし、ね、あとピアノもなんか特訓したみたいないたなんか見見ましたよすごいよね役者さんってねいや,ー本当にすごいいやそういうとこでもうん 話がどういうものだかよく分かんなくても、うん、あの人の振る舞いが一つ一つかっこいいっていうのが、うん、うん、もうそれだけで二時間四十分楽しめますね。ねうん、服格好もかっこよかったんだよね。ね、ファッションもね,ね。うん、ちょっとその太めのパンツであ<ー>、ああ、ね、そう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 。みたいな、ね、でもなんか色者っぽいって思ったなんか。ね、うん。でもなんかその硬すぎない。 スーツっていうか、うん、割と今っぽいねスタイリングで、うん、いやー、うん、面白かった面白かった、うん、ちょっとでもあのやっぱラストのに行くにつれての展開とかはちょっとそこもまだやっぱ語らないといけないと思うのでそうですねそれは裏で,裏でやりますねやっぱ今 だからどうしてもこうジャニーズのこととか、うん、そうね重ねてみた、はい、みたいな話をまあしようと思ってたけど、うん、全くできなかったけどくしくも、うん、ぴったり重なる、ね、ことだなと思って見てました、うんうん、では来週の作品を発表したいと思います次回6月1日 配信分の作品はベン・アアフレック監督エアーはいこれは、えーとはい、劇場でもまだ、うん、まちょっとやってるところもあるかなっていう感じなんですが、うんはい、配信でも見れるんだよねそうなんかアマゾンで見つけたんであれもうやってんだと思って、うん、はい、うんまあ、だから劇場公開は4月とかなってたんで結構前なんでもう終わってるかもしれないけど、はい アマプラで見れるよということで、うんうん、はい。これなんかあれだよねナイキナイキエアーの会社だよね。うん。なんかよく知らないんですけど私も。ナイキエアー。作った人たちの話みたいな、は <laughs>、ね、いはい感じかなと思いますが。うん、ベンアフレックベンアフレックって俳優さんだよね。俳優さんですね。でもあの脚本とかでもうずいぶんたくさん作品残してで、あのその主演の えっと何でしたっけあの人。ママッッデデモンーモンとベアフレックは2人で作品を撮るっていうのをね<ー>あのさ最近だと最後の決闘裁判とかんあの2人が脚本書いて、えー、どっちも出演してってやってたりなんか、うん、もう絶対この2人が組めば面白い映画になるって。 うん、思ったので、はい。あエ冗談、エア上段、エア上段、誕生日はってことですね。はい。じゃあこれを、えー、来週やりたいと思いますので、はい、まあ配信でもね見やすいので、うん、ぜひ見てください。はい。はい。この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。 この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りします住所と本名も忘れずに書いてくださいメールアドレス二人の話アットマーク gmail.com です はいこの番組はポッドキャストと YouTube で聴けますお好きな聴き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンをお願いします、えー、TwitterInstagram やってますのでフォローお願いします感想やご意見は「ュタグの人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください はいそしてこの本編と合わせてさらに喋りたいねこと女二人映画裏の話として喋っていますこちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で一つ100円で購入していただくと聞くことができます今週は「た」のネタバレありのさらにの話のトークをやって,きやってますぜひ聞いてみてください、うん、はいそうお知らせなんですがオープニングでも言いましたが6月4日日曜日女二人映画の話3周年記念イベント あります。はい、ぜひ来てください。チケット、えー、パスマーケットというところで発売中です。はい、お待ちでます。はい、マ、ま、オちゃんお知らせありますか。はい、えっと5月27日茨城でライブします。あと6月24日は名古屋行きます。ぜひあそこ行ってくださいえ私。6月25名古屋ですよ。えー、おお<ー>。じゃあ,あ<ら>名古屋ツーデイズ。そうですね。私、はい、6月25日。えー 名古屋タタラバというところでやります来週も木曜日より8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙魔王でした,でしたさよなら